みんなリズクマスターボードのセンスフルです。さあ、今回はですね、非常に基礎的な問題なんですけれども、久々にね、難問とは言わないまでもしっかり担当すべき問題ということで、やっていきましょう。この問題はですね、おそらくもう高校2年生なら必ず解けてほしい。高校1年生でも進度が早い方は、習っているものを使うんじゃないかなとは思います。ということでね、もう早速やってまいりましょう。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということで、まず11の10乗の下3桁とありますけれども、どうですかね、こういう問題見たことありますか？例えば、100の位を求めようとか、1000の位を求めようっていうパターンもそうだし、もう今回下3桁と書いてます。で、この場合は、一旦は、実験してもいいと思います。ただ実験する中で、この位は分かるけど、この位からは多分分かんない。そういうことが出てくるんですね。そうなったらどうするかっていうと、10の塊を作る、あるいは10の倍数の塊を作るというのが鉄則です。で、このためにじゃあどの公式が必要かってなった時に、あるものをね、思いつく人がいるんですけれども、まずはい、実験していきましょうか。じゃあ実験、もう11の10乗ってありますけれども、もう簡単なのは1の位ですよね。 OK、 まあ11の10乗、まあ11の1乗はまあ11ですし、はい、11の2乗は121ですし、もっと言うと11の3乗はって言った時に、これはですね、実はまあ1331、実は11のなんとか乗っていうのはですね、結構よく見る形だと思います。今回ちょっとこれも紹介したくて、この問題選んだんですけれども、実は今11の4乗っていうのを僕何の計算もせずにこう出しましたよね。ここまでは実はですね、出せてほしいんです。今回の問題はちょっと関係ないですけれども、じゃあ一旦ちょっとだけ深掘りしましょうか。11のなんとか乗っていう時にどういう法則があると思いますか？例えば121、例えば1331、例えば14641。ヒントはですね、パスラボです。パスラボ、パスなんとかの三角形ってやったの覚えてますか？パスなんとかの三角形、これ何かっていうとパスカルの三角形ですね。実は、はい、111知ってますかね。パスカルの三角形っていうのは、一番端っこに1を用意して、この間は1と1を足したものになりますよ。じゃあその次は11端っこに置いて、この間は1+2=3、2+1=3になりますよ。どういうふうにやっていくと14641、こうですよね。もっとやっていくと、まあバーっとね、やれるんですけれども、ここからちょっと2桁とか出るのでね、ズレが生じるかもしれませんが、この辺までは覚えておいてほしいんですよ。うん。だから、ああ、そうなんだっていうのはちょっとした深掘りでしたけれども、もう一つね、ちょっと深掘りさせてください。この形はパスカルの三角形って言いましたけど、もう一つ絶対見たことがあるはず。何かっていうと、これですよ。x+y の3乗。これってさ、展開すると、こうだよね。 OK、 係数が1331なんです。これが2乗だったら121だし、4乗だったら14641なんです。そういう数学の面白さ、まあ算数かもしれませんが、そういう面白さもね、今回ちょっと伝えていきたいという思って、今回ちょっと解題しました。はい、ということで、まあ今実験いろいろしましたが、まあ、このね、パスカルの三角形を使ってとかいろいろできますが、ただやっぱりさすがにさ、1の位が1っていうところしかやっぱり難しいんじゃないですか。まあ例えばけど、10の位はもしかしたらこうね、4567ってなるから、まあ0かもしれませんが、これはあくまでも予測ですよね。 OK、 示すことは難しい。さあ、そうなった時に、今のがざっくりの深掘りでしたけれども、実験やっても1の位しか分かんない。さあ、そうなった時にどうするかっていうと、10の塊を作ります。特にこれが別に31だろうが51だろうが別に同じですよ。必ず10の塊を作る。今回で言うと11ってありますけれども、11っていうのは 10+1 ですよね。 10+1 の10乗、つまりやっぱり二項定理を活用しないといけないという問題なんですよね。なんとかのなんとか乗の下3桁、100の位、そういうのもほぼ基本的にはこの2つ、あ、ないしはまあ実験が必要なわけですよね。じゃあ今のどういうふうにやっていきましょうか。10の塊を作ると、まあ、こんな感じになりますよね。じゃあここから、はい、二項定理を利用しましょう。二項定理どんなものだったっけっていうと、まず
はい、10C0 の10の10乗かけて、次は 10C1 の10の9乗かける1の1乗、まあ1の1乗って1ですから、もう書かないでおきましょうか。これをどんどん増やしていくと、さあこのようになりますよね。さあこれどういうことか、まあ 10C0 とか 10C1 っていうのはただの整数ですよと。例えばこれだったら1だし、これだったら10、じゃあそれ以外はって言った時に、10の10乗とか10の9乗ってめちゃめちゃ大きいですよね。ただ大きいっていうだけじゃなくて、今回なんで10の塊を作ったのか、これが見えるはず。何かっていうと、なんとかの10の10乗ってことは、もうこれ0めちゃめちゃ続きますよね。0000000、0が10個ぐらい続くわけ。これも0が9個ぐらい続く。ってことはよ、下3桁に影響しないですよね。つまりこいつらは、まあ言うたら10がかなりありますから、0が続く。つまり下3桁はもう全部0なんです。000。じゃあそれはどこまで続くのかっていうと、ここまでですよね。10の3乗をかけたものっていうのも1000の倍数なわけなので、これも下3桁は000なの。つまり今青色で引いたところは下3桁が000ですよね。でこれを数学的に言うのであれば、まあ、1000の倍数、10の3乗の倍数って言ってあげると、下3桁が000っていうのが分かりますよ。ということは、僕たちが考えるべきはもう、ここだけで OK なんです。OK? はい。ということで、じゃあ、こいつは、普通にちょっともう計算しましょうか。まず 10C8 ってありますけど、10C8 は 10C2 と同じですから、はい、こうなります。はい、10C2 はどうかっていうと、こうなります。これ言ったら 45×100。つまりこれが4500。で、101となりますよね。はい。ということで、これを考えると、4601。ただこれ注意してほしいのが、あれですよ。4601だから下4桁までわかるんじゃないですかとかではないです。下4桁だってここも含まれますからね。だから、これを出した上で、はいはい、確かに下3桁は601。ですよね。というところでフィニッシュになりました。さあいかがでしたでしょうか。まあね、本当に今回、パスカルの三角形の話もしましたから、実は実験的に言うと、0っていうのもね、10の位が0っていうのは実は分かっちゃうんです。ただそれってあくまでも実験で、なかなか記述はしづらいですよね。そうなった時に基本的には二項定理というものを作る、10の塊を作るんだ。この発想は本当に基礎的な範囲ですけれども、しっかり大学入試にも、出ますので、しっかりと覚えてみてください。ということで、今回は以上になります。ぜひよかったなと思う方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。